Nani? Kore? どうなってるのよ。 社の御池御木を捧げ奉って賢み賢みも恋のみ松楽を平らげく安らげく彦示してお社の狼の高き広き生かしき。 どうしたのかしら、あの君吉さんのお宅。ほら、あそこにおばあちゃんがいたでしょ。道で挨拶してもうつむいてブツブツ言ってる変わったお年寄りが。なんだか変なおまじないに取りつかれているそうね。あの奥さんもお気の毒に。 お母さん？帰ってますか？お母さん？
これの紙どこに冷やしろのみけみきを捧げたて祭りて、かしこみかしこみも恋のみ立て祭らくを、平らげく安らげく聞こしめして、おやしろの大おかみの高き広きいかしき。お母さん、これの紙どこに祝いたて祭り、捧げたて祭りて、沈めたて祭る、かしこみかしこみも恋のみたて祭らくを、おやしろの大神の高き広きいかしき、おやしろの大神の。お母さん、これの紙どこに祝いたて祭り、捧げたて祭りて、沈めたて祭る、かしこみかしこみも恋のみたて祭らくを、おやしろの大神の高き広きいかしき、おやしろの大神の。ねえ、お母さん、これの紙どこに祝いたて祭り、捧げたて祭りて、沈めたて祭る、かしこみかしこみも恋のみたて祭らくを、おやしろの大神の高き広きいかしき。これの紙どこに祝いたて祭り、捧げたて祭りて、沈めたて祭る、かしこみかしこみも恋のみたて祭らくを、おやしろの大神の高き広きがしき。
アキラちゃん、うちのクラスに何か用？ああ、いや、たまにじゃなくて、ちさにな。私に？いや、参ったね、こりゃ。ああ、でも今週は何かと予定が入ってるから、来週でもいい？何の話をしてるんだ？デートのお誘いでしょ？ああ、ちなみにディナーはフランス料理フルコースでよろしくね。違う！この前貸した教科書返してもらいに来ただけだ。なんだよ、ちょっとしたジョークだっての。そんなにマジに怒るなよ。どうしたのさ、アキラ。あ、いや、別に。夏美ならトイレだよ。覗きに行くなら連れてってあげるけど。そんな趣味はねえ。やっぱりここに来た目的はそれか。じゃあな。ほんとアキラってヘタレ街道まっしぐらだよね。別に理由作らなくても、夏美に会いたかったら普通に来ればいいのにさ。アキラちゃんは純情なんだよ、誰かさんと違ってね。誰かさんって誰のことだよ。さあ、誰のことでしょうか。あのね。それにそれだけ本気ってことだと思うよ、アキラちゃんが夏美のことを思ってる気持ちはね。私だってさ、結構本気だったんだよ。わかってるよ、一応私はわかってるつもりだから、今でも正直、私はどうしたらいいのかなって、迷ってる。それじゃあ、もし私がぶち壊したいって言えば、あんたは協力してくれるってこと？そうね。あんたがそう望むなら、一度限りで手を貸してあげるけど、本気？なんて顔してるのかね、地味は。まあ、ちいちゃんとしてはだ。付き合う同士なんだから、二人ともしっかりせんかいってのが本音だけどね。慌てる様子をからかうのも楽しいけど、そればっかりだといい加減飽きちゃうからさ。まったく、あんな感じだと二人ともデートしても緊張しっぱなしで疲れちゃうでしょうね。うーむ、そうだ、ここは一つ私たちが一肌脱ぐか。
人肌脱ぐって、千里、あんたが言うとなんかいやらしいんだけど。失礼な。私はとてもフェアに、なおかつ友好的なやり方でだね。